絵師を殺すには刃物はいらない。締め切りの3つもあればいい。おお、怖い怖い、怖いの金と丸飲みだ。わ、ちょうどいいね、マスター。一つこのおみくじを引いてみねえかい。このひねったせんべいをな。ああ、飲み込みあった。はあ、下の話かい。構わねえ、ヘチマの皮とも思わねえよ。鮮魚ってのはそういうもんさ。枕絵ならトト様の仕事場で見慣れてるしな。実践経験はどうなのだって。マスターこそどうなんで。あんまりしつっけど、気引かないで負けの札にしちまうからな。なんかおかしいな。剣を振るっても勝手が来るってか。いや大丈夫だって、熱とかねえって。ちょっと離れておくんな、マスター。あ、ちげえからな。部屋にはそのままいてくれていいからさ。サーヴァントは諸人の書いた夢ならば、この俺は夢のまた夢ってわけか。儚いもんだけれど、それでいいのさ。俺はトト様とは違う、しがみつくのは粋じゃね。たださ、マスター、あんただけはおぼこな小娘がバカやってたって忘れないでいてくれたらありがてえな。